ネイディアの覚え方、ネイディアでどん底。まあ、ゼニスはパスタにも載ってるからその対義語だよみたいな。でも対義語のネイディアはパスタには載ってないよみたいな。究極の英単語にも載ってないよみたいな。なぜなら1万8000語レベルだからだよみたいな。こういう風に使ってます。Facing aft and one facing Nader looking right down on the earth. It took President George W. Bush a disastrous war to hit Trump's current polling nadir. This makes everything else Trump. And deservedly so, down to the pit, the nadir of 1943. Their money. He actually met his nadir when he decreed that all school children had to buy their school uniforms. Because I think they've reached a kind of nadir of the succession problem. By the year 1900, the native nations really hit the nadir. I found this issue to be particularly bad around the nadir and the zenith, which means the bottom and the top. And though it seemed as if the Pomo were at their nadir, there was still hope. On both sides was at its nadir. Darkest moment, her absolute nadir following the deaths of Cassie and Anya. 語源調べても分かりませんでした。まあ、1万8000語レベルだから仮に出題されたとしても答えの選択肢にはならないと思います。覚え方こ。Nadia in the Nadia。どん底にいる Nadia。うわ、懐かしいな。これ懐かしくない？ほら、エヴァンゲリオンの神事とか書いてる人のさ、デザイン、同じ人。うん。そうそういう、子供の頃よく見てたんだよね。うん。でもなんか全然リメイクとかされてないから今このナディアさん何してんのかな、うん、え嘘ホストから3万円脅し取ろうとして捕まったの？うわぁ、こんなに落ちぶれちゃった。ねえ、前こんなだったのにね。うわ、引くわ。Nadia in the Nadir. Nadia 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 in the Nadir.まあこれ不思議の海のナディア知らない人はもうポカンだよね。だから今の10代もしくは20代前半はポカンかな。30、40の男女はまあわかるでしょう。50ぐらいからだときついかな、ナディアなんかな。50以降はナディアなんか知らないもんね。でもまあ30、40の人は知ってるでしょ、ナディアって。ああ、なんか見たことあるみたいなね。でもなんかリメイクされないな、みたいなね。なんでかなと思ってたら、ホストから3万円を脅し取ろうと捕まっちゃったみたいね。まあそりゃね、昔ね、バンバンテレビアニメ出てたのに、こんなに落ちぶれちゃったらね、そりゃどん底にいるでしょうよ。あれですよ、こういう系の単語見たら、うわ、もう出ねえ。うわ、もうこんなん出ねえ。こんな英検の、英検級の語に寝てねえ。出たとしても消去法でできるから覚えても意味ねえとか言うんじゃなくて、ちゃんと英作に使うとしたらどうやって使うかなとか考えるんですよ。で、適当にちょんちょんインザネイディアとか適当に打って、サイトニューヨークタイムズ .com って入れるんですよ。そうすると、インザネイディアを使ってるね、ニューヨークタイムズの記事がこうバーって出るから、いい感じの文ないかなーっつってこう探すんですよ。で、いい感じの文探そうっつって探したら、これとかマシマシ文に使えんじゃない？ トゥーなんとかってやってさ、In the Nadir of its economic crisis とかやったらもうかっこいいでしょ、これね。なんか書くときにこの前に In the Nadir of its Japanese economic crisis とかつけたらね、もうそれだけで軽く8文字ぐらいを使っちゃうよ、これね。そしたら英作あと超楽になるじゃないですか。一文二十文字書けばいいんだから、こんな覚えてるだけで8文字もう消費できちゃうんですよ。もうコスパ超いいじゃないですか。で、他にねえかなーって探すと、これとかもっといいんじゃないですか？これ超長いですよ。It is much more convincing to me that Democrats tend to get elected in the nadir of the economic circle. When employment is down, credit is tight, and fewer people are confident in the free market とかやったらね。もう超かっこいいっすよ。一応ディープル先生に聞いてみますか？ディープル大先生っつって。はい、なんでしょうっつってね。民主党員が選挙で当選しやすいのは、雇用が減少し、信用が低下し、自由市場に自信を持つ人が少なくなるような景気サイクルのどん底の時期であることの方が、私にとってははるかに説得力があります、なんつったらね。こんな一文をこう覚えときゃね、もう1パラグラフ、1段落ぐらいは軽くね、突破できちゃうよね。で、しかもあれじゃないですか。この間の英検は、エコノミックサンクションに賛成か反対かみたいな題だったんでしょ？じゃあこれちょっと変えてさ、
どこまで覚えればコスパいいかなと思ってさ、じゃあね、こういう風に最初の文があって、でどんな文にも適用できるように適当に削って、で赤カッコだけ埋めればどんな文にもね使えるじゃないですか。じゃあこの赤カッコにエコノミックサンクション入れたらどうなるかなっつって、じゃあ入れてみようっつって、そしたら自分で考えた単語なんてね、エコノミックサンクションとコーズ・ザ・ターゲットに変えるだけでね、It is much more convincing to me that economic sanction tend to cause the target, the nadir of economic circles って。で、ここでちょっと不安になるの。あれ cause OO って、cause って SVOO を取るっけな。うわ、どっちだっけな。うわ、調べて、みたいなね。じゃあ今から調べますから。あぶねえ、cause OO を取るわ。あぶねえ、あぶねえ、みたいなね。そしたらね、cause the target。The nadir of economic circle, when employment is uncredited tight and fewer people are confident in the free market, つってね。こんなもん書いただけで37文字ですよ。しかも自分で考えたのがここだけですよ。ね、ここだけ。超コスパ良くないですか？まあ、若干ね、ここを変えた分ね、こことこことのつながりがちょっと微妙かなとは思ったりするけどね。パッと見の印象としてはね、なかなかやりおるなお主みたいな感じですよ、これ。しかもほとんどがこのニューヨークタイムズから取ってきてんだからね。英検がね、この辺にイチャモンつけようがね、この辺にイチャモンつけようがさ、お前英検ごときが天下のニューヨークタイムズに喧嘩売んのかこの野郎っていう話になってくるからね。もう減点しようがないじゃないですか。まあ、若干この、こっからここの、こっからここの流れが怪しいけど。まあいいんじゃないぐらいのレベルですよね、これね。まだまだ尺が短いから意図的に伸ばすぞ。伸ばしちゃうぞ。いいですか？じゃあ今ニューヨークタイムズで調べたでしょ？で、僕がちゃんとあーって入力して変換するようにしたら、こういう風にユーザー辞書で読み方あにして、このぐらい登録してるから。あーって打ち込んだだけでニューヨークタイムズの他に、じゃあガーディアンでやってみようみたいな。よし、ガーディアン大先生はどうかなみたいな。そしたらガーディアン大先生も In the Nadir を9件使ってると、よーしと、ちょっといろいろ見てみようっつって、そしたらね、またおしゃれな文出てきたわーみたいな。うわ、何超おしゃれじゃんこれみたいな。見て、カルミネイティング In the Nadir of っつってね、カルミネイトとネイディアを組み合わせちゃうぞみたいな。もうこんなん使ったらもう超かっこいいじゃないですかね。どこぞの英検一級マウンターズはね、痛いけなパンピーに向かってね、簡単な単語で書けるんです、簡単な単語で十分なんですとか言ってるけどね、いや使わないと一生ダッサいままだぞみたいな。意図的に使わないと一生お前の分はダッサいままだぞみたいなね。こんなんさらっと書けたら超かっこいいっすよ。カルミネイティングインザニーディアオブつってね。で、この文の場合は元がね、サッカーの記事だから、まあ、応用できるとしたら、カルミネイト・イン・ザ・ネディア・オブ・ミだけかみたいな。じゃあ、エコノミック・サンクションにぶち込むんだったらどうしよっかな、みたいに思って、よしと。適当に、ワンスとかつけてね、ワンス・エコノミック・サンクション・エクセキューテッド・ザ・ターゲット・カントリーズ・エコノミー。will culminate in the need of depression とかやればいいじゃないですか。で、その後にね、分子構文でどんどん分足していけばね、結構かっこよくなるんじゃないですか。Nadia in the Nadir. Nadia in the Nadir. Nadia in the Nadir. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。